ワーキユリは、東日本フェリーが運航していたフェリー。船名は、ギリシャ神話の英雄平落レースに由来する。三菱重工業下関造船所で建造され、1992年4月15日、直越岩内航路に就航した。就航前の3月10日には、岩内航で入港式が開催された。本船就航に伴い東日本フェリー、日本海航路は、 ヘルメスのみによる名を得つ言わない州に往復、室蘭州一往復から岩内、室蘭共に、州三往復に増便された。1998年にはヘル、メスの直江津ない航路展開に伴い大洗、室蘭航路に展配され、三代目は、ルナの大洗室蘭航路展開に伴い2000年1月16日の大洗期をもって定期航路から引退した。 引退後は、海外焙煎され、ギリシャのアネックラインズのクリテ TV となったが、リフカオリと変更されて、パトライグメニザコルフトリエステコーロに就航した。2005年、イタリア側の発着地をトリエステからベニスに変更。2012年、ソフォックリス V と共に、韓国のチェジュクルーズラインへ売却され、アントニオエルと改名。 上海チェジュ島文字航路への投入が予定されていたが就航することなく韓国で一年間継戦された後2013年にアネックラインズに復帰して1 0名モレフカオリンに戻されベラまで継戦された2014年10月にナティクシスに売却され2015年からブルースターフェリーに溶戦されブルーギャラクシーとして就航4月15日からピレウスハニア航路に 就航している。2018年時点では、上部、後部デッキが増設された上で、ピレウス、ソーダ間に就航。ありがとうございます。